アロンソ・エドワードはパナマの陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルの自己ベストはパナマ記録の10秒01。200メートルの自己ベストは南アメリカ記録の19秒81。2009年ベルリン世界選手権。男子200メートルの銀メダリスト。2016年リオデジャネイロオリンピック男子200メートルのファイナリスト。 2014年と2015年と2016年のダイヤモンドリーグ男子200メートルのツアーチャンピオンであるパナマ人の父とジャマイカ人の母を持つスプリンター19歳の若さで2009年ベルリン世界選手権男子200メートルのファイナリストになると決勝では19秒81の南アメリカ記録を樹立して2位に入りオリンピックと世界選手権を通じて パナマ勢史上3人目のメダリストとなった。19歳255日という若さでのメダル獲得は世界選手権同種目における最年少メダリスト記録であり、19歳で19秒81という記録はウサイン・ボルトの19秒88を更新する年齢別世界最高記録である。10月に 南アメリカユース選手権の男子100メートルと男子200メートルを大会記録で制して2冠達成。4層を務めた男子400メートルリレーでは41秒96のジュニアパナマ記録を樹立して銀メダルを獲得した。5月のアルバ競技大会の男子100メートル予選で10秒32のジュニアパナマ記録を樹立し、決勝では追い風参考記録ながら、 予選のタイムを上回る10秒25で金メダルを獲得すると、男子200メートル決勝では20秒62のパナマ記録を樹立して銀メダルを獲得。同月の中央アメリカジュニア選手権では、男子100メートルを10秒59、男子200メートルを21秒08の大会記録に層を務めた、男子4400メートルリレーを3分23秒01、 成して3冠を達成6月の南アメリカ選手権は男子4400メートルリレー決勝で4層を務め3分09秒67のパナマ記録を樹立して銅メダルを獲得。同月の南アメリカジュニア選手権の男子100メートル決勝を10秒28のジュニア南アメリカ記録で制したが7月のパンアメリカンジュニア選手権は怪我のため欠場した。 シーズン序盤に再び怪我をしたため、北京オリンピックの出場を逃した。5月のテキサス招待男子100メートルで、追い風参考記録ながら9秒97をマーク。同月のんちえか選手権では、男子100メートルは、決勝で10秒09のパナマ記録を樹立するも、ライアンベイリーに敗れ2位に終わったが、男子200メートルでは20秒34のパナマ記録を樹立して、 ライアンベイリーにセリ勝ち優勝した。6月の南アメリカ選手権は、男子100メートルを10秒29、男子200メートルを20秒45で制し、2冠を達成するとともに両種目で、パナマ勢初の優勝を達成した。シニアの世界大会初出場となった8月のベルリン世界選手権は、男子200メートルで、ファイナリストになると、決勝では、 南アメリカ史上3人目の19秒台となる19秒81をマークして銀メダルを獲得した。オリンピックと世界選手権を通じてパナマ勢のメダル獲得は1948年ドンドンオリンピックの男子100メートルと男子200メートルで銅メダルに輝いたロイド・ラビーチ2007年大阪世界選手権と2008年北京オリンピックの 男子総幅跳びで金メダルに輝いたイルビング・サラディーノに次ぐ史上3人目の快挙だった。また、ウサイン・ボルトが持つ年齢別世界最高記録、クラウディネーダ・シルバが持つ南アメリカ記録、ウォーレス・スピアモンが持つ世界選手権男子200メートルの最年少メダリスト記録を塗り替えた。 4月の中央アメリカ競技大会男子100メートルを10秒24の大会記録で制した。しかし、次の日に行われた男子200メートル決勝で、左ハムストリングを負傷してしまい、シーズンを棒に振ることとなった。9月のテグ世界選手権、男子200メートルに出場すると、予選を20秒55の組1着、準決勝を20秒52の組2着で突破してに、 大会連続のファイナリストとなったが、決勝は、左ハムストリングスを痛め途中危険に終わった。8月のロンドンオリンピック男子200メートルに、出場するも、予選でフライングを犯し失格に終わった。3月の南アメリカ競技大会男子100メートルを10秒23の大会記録で制すると、4月の NTC、ピュアアスレチックススプリングインビテシャネル男子100メートルで10秒02。 のパナマ記録を樹立し、南アメリカ歴代2位に名を連ねた。今シーズンはダイヤモンドリーグでも好調で、6月のゴールデン柄男子200メートルを20秒19で、制してダイヤモンドリーグ初勝利を挙げると、7月のアスレティシマ男子200メートルは、自身2度目の19秒台となる19秒84で制した。今シーズンのダイヤモンドリーグ男子200メートルの ポイント対象最終レースとなった8月のベルトクラッセ中立飛弾士200メートルでは19秒95をマークし、ポイント獲得数でトップに立っていたニッケル・アシュミードを抑えて優勝した。大会前までのポイント獲得数はニッケル・アシュミードが14ポイントでトップに立ち、エドワードは11ポイントで2位につけていたが、ポイント対象最終レースはポイントが2倍になる、ルールのため、エドワードは 今回8ポイントを獲得して合計19ポイントとなり、アシュミードの18ポイントを上回り逆転でツアーチャンピオンとなった。9月にはアメリカ大陸代表としてコンチネンタルカップ男子200メートルに出場すると19秒98をマークし、ジャマイカのラシード・ド・ワイヤーに同タイムキサーリでセリ勝ち優勝した。七月のパンアメリカン競技大会男子二百メートル決勝で、 自身5度目の19秒台となる19秒90をマークするも、アンドレ・ドグラス、ラシード・ドワイヤーに次ぐ3位に終わった。8月の世界選手権、男子200メートルでは2011年、テグ大会以来のファイナリストになり、決勝ではサードベストの19秒87をマークしたが、3位のアナソ・ジョボドアナと、同体向きさありの4位に終わり、惜しくもメダルを逃した。 9月には今シーズンのダイヤモンドリーグ男子200メートルのツアーチャンピオンの座をかけ、ポイント対象最終レースとなったベルトクラッセチューリッヒに出場した。レース前のポイント状況は、南アフリカのアナソ・ジョボドアナが9ポイントでトップに立ち、エドワードが8ポイントで2位だったが、レースをエドワードが20秒03で制し、8ポイントを加算して2年連続のツアーチャンピオンとなった。 8月のリオデジャネイロオリンピックではパナマ選手団の騎手を務めた。出場した男子200メートルは予選で20秒19、準決勝で20秒07と両ラウンドで組一着に入り着順での決勝進出を決めたが初のオリンピック決勝は20秒23とタイムを落として7位に終わった。今シーズンのダイヤモンドリーグ男子200メートルでは ポイント対象レースで2度の優勝などポイントを重ね、3シーズン連続のツアーチャンピオンに輝いた。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。備考欄の記録は、当時のものダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場した、ポイント対象レースの数を意味する。優勝した、ダイヤモンドリーグの大会を記載。 金色の背景は、ポイント対象レースを意味する。ありがとうございます。